ジョシュア・フライ・スピードはアメリカ合衆国ケンタッキー州の農園主及び不動産投資家である。イリノイ州スプリングフィールドでエイブラハム・リンカーンと雑貨屋を共同経営し親友になった。1848年にはケンタッキー州下院議員を務めた。スピードはケンタッキー州ルイビルにあったスピード家の家産であるファーミントンで生まれた。父は ジョン・スピード・ハンジ、母は、ルーシー・ギルマー・フライであり、どちらも著名な奴隷所有者の家の出身だった。スピードはこの夫妻の5番目の息子だった。父のジョン・スピード・ハンジは、バージニア州シャーロット郡で生まれていた。ジョンは、最初にアビールマスターと結婚し、下記4人の子供が生まれたが、2人は溶接した。ジョンは、ルーシー・ギルマー・フライと再婚した。ルーシーは、 バージニア州アルビマール郡で生まれていた。夫妻には、夏季11人の子供が生まれた。スピードは、ケンタッキー州の裕福な家庭の指定と同様に、バーズタウンのセントジョセフアカデミーに通った。父の足跡をたどることはせず、アメリカ合衆国中西部で運を試すために、1835年に、イリノイ州、スプリングフィールドに行った。当時のスプリングフィールドは、 人口1500人に満たない町だった。そこに到着するとすぐに商売を始め、また、地元新聞の編集を手伝った。エーブラハム・リンカーンはスピードより5歳年長だった。スピードは、若いリンカーンが、イリノイ州下院議員選挙に出馬して、切り株の上で演説しているのを聞いたことがあった。1837年4月15日。 リンカーンは若い弁護士として身を立てるために新しいシュートであるスプリングフィールドに移転してそこでスピードと出会ったリンカーンはスピードの店の上にあるスピードのアパートを借りてルームメイトとなり修正変わらぬ友となった1840年3月30日スピードの父ジョンが死亡しスピードは店を売ってルイビルに近い両親の大規模プランテーションである ファーミントンに戻るつもりであることを告げた。この頃リンカーンは女性に対してひどく臆病で、内気だったが、活発で気まぐれではあるが、社交界の女性であるメアリー・トッドと婚約していた。スピードが出発する時が近づき、しかもリンカーンは結婚を控えていた。リンカーンはメアリー・トッドと取り決めていた、結婚式の予定を取りやめ婚約を破棄した。スピードは まもなく予定通り出発し、リンカーンは、抑うつと罪の意識の中に取り残された。7ヶ月後の1841年7月、まだ落ち込んだままのリンカーンが、ケンタッキー州のスピードを訪れた。スピードはその父から譲り受けた家に、リンカーンを迎え、リンカーンはそこで1ヶ月を過ごして、気力と体力を回復させた。リンカーンはこのファーミントンに滞在する間、 ほとんど毎日ルイビルまで馬で行って、スピードの兄で弁護士であるジェームズ・スピードと、ひがな法律問題を話し合った。スピードは、ファニー・ヘニングと交際を始め、1842年2月15日に、結婚した。スピード夫妻は修正添い遂げた。リンカーンは、ルイビルで、スピードのフィアンセに会い、スプリングフィールドに戻った後で、リンカーンとスピードは、 スピードの結婚に関する疑念について手紙を交わした。リンカーンがスピードの相談に乗り結婚に進む気持ちにさせた。これに代わってスピードがリンカーン自身の問題解決に貢献し、リンカーンはメアリー・トットとの交際を再開した。リンカーンは大統領職の間何度かスピードに連邦政府の役職就任を提案した。その度にスピードは断り、 別のやり方でリンカーンを支援する方法を選んだ。スピードは奴隷制度問題ではリンカーンと意見が一致していなかったが忠実なままであり南北戦争の間もケンタッキー州での北軍の活動に協力した。兄のジェームズ・スピードはリンカーンの招きに応じ1864年から司法長官を務めた。リンカーンは議会に対する指名の説明で 助手はスピードほど兄のジェームズのことは知らないことを認めていた。ジョン・ウィルクス・ブースがリンカーンを暗殺した後、スピードはルイビルでこの偉大な指導者のための記念事業を始めた。また、リンカーンの後継者であるアンドリュー・ジョンソン大統領の政権に対する支援を申し出た。一族60人が金を出して、スプリングフィールドのリンカーン記念飛行流に貢献した。また、 リンカーンの電気をかけ始めようとしていた、リンカーンの法律事務所の共同経営者である、ウィリアム・ハンドンに長い手紙を送った。ジョシュア・スピードは1882年5月29日に、ルイビルで亡くなった。その意外は、ルイビルのケーブヒル墓地に葬られている。1999年、作家で芸活動家のラリー・クラマーが、リンカーンの性的思考について、 新しい光を当てる一時資料を見つけたと公表した。この資料ではこれまで知られていなかったジョシュア・スピードの日記と手紙があり、その中でリンカーンとの関係について記されている。これらの資料は、スピードとリンカーンが住んだ古い店の床下に隠されていたのが見つかり、ラベンポートの個人的なコレクションにされていたと言われている。クラマーはこれら資料を未だに公表していないが、 歴史家のガボール・モリットは、クラマーの文書に言及して、これは、ほぼ確実に、大デマだと記した。ジョシュア・スピードとその妻のファニー・ヘニングには、子供がいなかったが、その親やたち数人と、密接な関係を続けた。ジョシュアは古地図制作者で、歴史家のジョン・スピードとその妻、スザンナ・ドレーパーから七代の子孫だった。ジョン・スピードは、イングランドのチェシャー・シュファンドンで、やはり、 ジョン・スピードの息子として生まれた。その父の出自は不明である。ジョンはロンドンに移り、マーチャント・テイラーの会社の一員になった。その制作した地図は当初本の形になっていたが、大半は破れるか散逸してしまった。著作も有名なものは、ラテン語で書かれたジェームズ王聖書の家系図があったが、同様に散逸した。 ジョンの遺言書には12人の息子と6人の娘がいると記されていた。6代前は医学博士ジョン・スピードとその妻、マーガレット・ワーナーだった。ジョンは1603年から1604年にマーチャント・テイラーの学校に入学した。1612年10月にはオックスフォードのセント・ジョン・カレッジの学生になった。1620年5月3日に学士になった。 セント・ジョン・カレッジのフェローとなり、1628年6月20日に医学博士になった。5代前はやはり医学博士のジョン・スピードであり、オックスフォードシャー州のオックスフォードで生まれた。1640年9月にマーチャント・テイラーの学校に入学した。1644年6月にセント・ジョン・カレッジのフェローに選出された。1647年。 または1648年2月1日に学士号を取得した。1648年5月15日、オックスフォード大学から追放され、同年10月にはフェローを取り消された。1660年、チャールズ2世の王政復古に続いて名誉回復された。1660年9月20日に終始号、1666年6月19日に、 博士号を取得した。1667年頃サウサンプトンに転し、サウサンプトン市長を二度務めた。四代前はジェームズ・バーナード・スピードだった。ジェームズはハンプシャー州のサウサンプトンで生まれ、1695年にバージニア州サリー郡に移民した。1711年9月6日、メアリー・プーリーと結婚した。三代前は ジョン・スピードとその妻メアリー・ミントリーだった。母方の曾祖,祖父は民兵大佐、ジョン・フライとその妻、サラ・アダムズだった。ジョン・フライはジョシュア・フライとメアリー・ミクーヒルの息子だった。サラ・アダムズは政治家、トマス・アダムズの妹だった。父方の祖父はアメリカ独立戦争の子三兵、ジェームズ・スピード大尉だった。父方の祖母はメアリー・スペンサーであり、その父は トマス・スペンサー、母は、ジュリア・フルーニーだった。母方の祖父はやはり、アメリカ独立戦争の子三兵、ジョシュア・フライ・チューイだった。ジョシュアと同盟の人が1785年から1786年に、アルベマール軍選出バージニア・会イ議員となった。母方の祖母は、ピーチー・ウォーカーであり、トマス・ウォーカーとキャッスルヒルのミルドレッド・ソーントン、メディウェザーの娘だった。 ありがとうございます。